ユニバーサルライフドイツのビュルツブルグにある世界本部。ユニバーサルライフは一部の神経児運動のメンバーやカルト批評からなどからも批評され何か飛ぶ次をかすことでも知られているドイツのビュルツブルグに本拠地を置くキリスト教系の新宗教運動である。このグループは元はハイムホルンズワークイエズ・クリスティと呼ばれていたが、 1984年以降は、ユニバーサル・ライフとして知られるようになった。ユニバーサル・ライフは、創始者、ガブリエレ・ビッテクによる、彼女自身の教えを世に広めたことに端を発する。これらの活動は、かねてよりガブリエレ自ら、女預言者、または、霊の告知者として、イエス・キリスト、または、他の霊的な存在から啓示を受けたものであると、主張していたものである。 これらは、山上の説教とモーセの十回に沿うもの、さらに真理の根本的な基礎であると、彼女は主張した。2003年に、ビッテクは、これは、私の言葉であるという、彼女自身のバイブルを出版した。ユニバーサルライフの信者らは、数ある、他の教育施設、学校、自然治癒診療所、そして出版社と、これらを経営する。また彼らは、 有機農業の原則に従って農業事業所を運営する。しかし、これらの企業体はユニバーサル・ライフとの公式的なつながりはない。ガブリエレ・ビッテクは彼女の母親が亡くなった後、最初の内なる言葉を聞いたと主張している。一年後、彼女は例の会合の最中にすでに亡くなったはずの彼女の母親が姿を表すのを見た。 そしてその姿を表したという母親と話をした。ビッテクは、その後に、ブラザー・エマニュエルと名乗る亡霊を含む、いくつかの心霊現象の体験をしていると公言した。とうとう、彼女はキリストに出会ったという。伝えられるところによると、1987年4月18日に、キリストは日常その他の間にあるという、隠された道について、彼女に、大いなる啓示を話した。 イエスの神の国はあなた方のただ中にあるという言葉によると神は人類と地上に生きる全ての生命のただ中に存在することを考慮しておられることにおいて一つの神秘的な学派と関係しているという過去にはユニバーサルライフは宇宙の彼方からやってきたマイラディと名乗る異星人と接触したなどと主張したユニバーサルライフでは正式な教会員というのは 存在しないので、正確な信者数をつかむのは難しい。ゲオルグ・シュミットという人物によると、彼の著書、教会、セクト、宗教の中で信者の数は、おそらく、ドイツ国内の約4万人を含む、全世界で約10万人くらいになるだろうと評価した。その他の人物の評価によれば、おそらく、ビルツブルク地方の約3000人を含む、全世界で、 1> 約1万人くらいだろうと主張している。ドイツのユニバーサルライフ協会の周囲には500人もの信者が取り巻いている。この内輪のサークル活動の人々は普段は農場で働きながらビルツブルグ地方のコミュニティ社会の中で暮らしている。彼らはこのサークルをシンエルサレム共同体などと呼んでいる。ユニバーサルライフの活動はドイツ南部のバイエルンに集中している。 その組織活動は、ドイツ国内の他の地方にも相応している。オーストリアやイタリア、そして、スイス、さらに、スペインでも同様である。彼らは、この他の国々でも活動を行う。ユニバーサルライフの広告。ドイツ西部のノイビートでの光景。最色主義を奨励している。信者らは、来世での生まれ変わりを信じており、最色主義を奨励している。以下。 日本語の情報、ありがとうございます。